アイナちゃん、どうしたの？私、死んだかも。え？何があったの？まさか罠に？アイナ！アイナ！だってここ、天国。90年代の特撮カルトヒーロー、プリティマンのフィギュア。しかもサイドキックのミスター・シゲルのまである。てか、あれはレアゲーのペロスケの冒険のカセットだ。うわ、しかも箱説付き、やば！この世にまだ現存してたの？え？人気食玩シリーズのガルダスの超迷宮まである。しかも第3弾がコンプリートってありえない！アイナ、私が天国に送ってあげましょうか？まあ、罠とかじゃなくて安心したよ。え、どうしよう。みんなでここに住む？住むわけないでしょう。早く探索を続けなさい。もう、これだから物の価値がわからない人は。好きな人にはたまらないんだろうね。うん、たまらん。悔しいな。ここにあるものについていくらでも語り合いたいのに。わかる。好きなものについて語り合うのって最高だもんね。でも共通の趣味の人がいないとなかなかできなくてさ。アイナは同じような趣味を持った友達はいないの？昔はいた。みやびちゃん、アイナちゃんが暗くなっちゃったじゃん。さっきまであんなに楽しそうだったのに。ごめんなさいアイナ、デリカシーのない発言をしてしまったわ。じゃあ許してあげるから、このレアゲーの話だけ聞いて。風雲児キンキラ丸、もともとはアーケードのゲームだったんだけど、コンシューマーに移植されて人気に火がついた作品なんだよね。でも市場には初期版と後期版っていう2種類が出回っていて、なんとステージ数とヒロインが違うの。やばくない？開発元の倒産とかが原因なんだけどね。もともと初期版の出荷数がとにかく少なくて入手困難だったの。しかも初期版の説明書の監修だけ、なんと後にあのロマンクエストのディレクターをすることになるシゲオウが担当だから、さらに入手困難のプレミアものになってて。いつまで聞いていればいいのかしら。まだ喋り続けてるからね。こうなるとアイナちゃんを止められないし。はあ、アイナの気が済むまで聞いているしかないわね。これ、おもちゃの金庫かな？壊す？うん！壊して！やめなさい！どうしてあなたたちはすぐに壊したがるの？中に入ってるものも一緒に壊れてしまったら困るでしょ？大丈夫。
おもちゃの金庫に入ってるものなんて、おもちゃのお金か、セミの抜け殻くらい。アイナちゃん抜け殻集めるタイプの子なんだ。私はちょっと無理かも、触れないもん。どうする？開けてみる？これ。どうせ大したもの入ってないと思うけど。とりあえず開けてみましょう。もしかしたら役に立つものが入ってるかも。ん？ならやるだけやってみる。順番にダイヤルを回せばいいのかな。小さい鍵が入ってた。どこの鍵かしら。荷物用って書いてある。確か廊下に小さなエレベーターがあったけど、それかな。試してみようよ。使うかもしれないし、持っておこうよ。お？何かあったの？今映すから画面をよく見てて。うん、わかった。せーの、はい。あー、手が！みやびちゃん落ち着いて、ただの作り物だよ。作り物？アイナ、あなたね。ごめん、思いついたいたずらやっちゃった。とりあえずこれ持っていくね。
また水晶玉がありますわ。あ、じゃあまた占い屋さんで使うよ。次は別の方法で渡そうね。わ、分かってますわよ。じゃあ別の方法を探そうか。かしら、アンティークの時計が壁に並んでるわ。わあ、こういう時計憧れちゃうな。でも私の部屋に合うかな。値段も高そうだし、選ぶのも難しそうだよね。それなら私に任せて。ひまりにぴったりの時計を選んであげるわ。ああ、ミヤ先輩、こっち系得意そうだもんね。そうね、子供の頃からこういったものに囲まれていたから、目利きには多少の自信があるわ。ここに並んでいるものも目を引くものが多いわね。きっとどれも名のある職人の作品で。ん？どうしたの、みやびちゃん、何か気になる？変ね。確かにどの時計も精巧に作られていて、デザインも洗練されているようだけれど、受ける印象がどれも不気味なの。確かにそう言われるとそうかも。見ているとどこかゾッとするというか。どういうことなのかしら。そういえば昔、自分が殺した被害者の骨で家具を作る殺人鬼がいたらしいよ。骨で作られた食器や皮膚が使われたランプとか、そういう人体の一部を使って靴下や椅子なんかも。じゃあここにある時計も。まさかね。待って、みやびちゃん、帰らないで。まだ入ったばかりでよく調べてないでしょ。気分が悪くなってきたわ。こんなところ早く立ち去りたい。
ちゃん、お腹を押さえてどうしたの？もしかしてポンポン痛くなっちゃった？いける。よいしょ、よいしょっと。ちょっとアイナ、何入ろうとしてるのよ。これは荷物の運搬用のエレベーターなのよ。入れるわけないでしょう。いけそうな気がする。お腹をペッコませれば。おいしょ、もうちょっとのはず。さすがに無理だよ。人を運ぶようにできてないから壊れて落ちちゃうかもだし。くそ、まったく何を考えているんだか。でもさ、これで物の受け渡しはできるよね。うん、もう壊さずに受け渡しできる。よかったね、ひま先輩、みや先輩。本当に二人にとっては念願だよね。あ、水晶玉の時のことまだ根に持ってるみたい。アイナちゃんの忠告を聞かないで落として割っちゃったやつ。嫌な事件だったわね。でも反省しているからもう忘れてちょうだい。お？
壊れた時計ばかりね。なんか使えそうなものがあればいいんだけどね。あれ？何かしら？小さな鍵がありましたわ。大きさ的にドアとかじゃなさそうだね。机の引き出しとか？確か2階の電気屋に開かない引き出しがあったはず。とりあえず使えそうなところ探そう。大きな時計だね。時計盤に蛇と雲とカタツムリが描かれてるわ。でもその時計、針がないね。そうね、針をつければいいのかしら。あら、緑色の配線があるわ。ということは私の出番か。そうだね、任せた、アイナちゃん。
何でしょう、時計かしら、鳩時計かな、動いてなさそうだけど。なんか穴開いてない？そこに何か刺すのかな。何かあったかしら。
中には何が入っているのかしらね。きっとお宝だよ。鍵まで使ったんだから、 RPG の鉄板。そうね、私が見つけた鍵ですもの。きっと重要なものが入っているはずですわ。でもなんか人の机の引き出しを開けるって妙な背徳感があるね。悪いことしてるみたいでドキドキする。変なこと言わないで。私たちは泥棒行為を働いているわけじゃないのよ。わかってるってば。それで中には何が入ってた？これガムテープね。しょぼ。しょぼくないわよ。いろいろと役に立つじゃない。何かを貼るときとか貼ったりとか。とにかくせっかく手に入れたんだから持っていくわよ。どこかで役に立つはず。まだ中に何かある。これはメモ書き。読んでみてくれる？うん。私は望んでいない。むしろ人を傷つける行為には嫌悪感を抱いている。だが必要なのだ。なら仕方がない。万人に私を認めさせるには必要なことなのだ。別に特別なことではない。自らの目的のために他者を殺める、そんなことは社会で普通に行われていること。悲鳴が耳から離れない。だがこの業さえも私の創作物の糧としよう。ああ、この赤が私を狂わせるのだ。そして目にした者たち全てをも。ここまでで終わり。何なんだろうこれ。怖いことが書いてあった気がするけど、それに自分の目的のために他人を殺めるって意味なんてないのかもしれない。小説のアイデアの走り書きとか。そうね、あまり深く考えても仕方がなさそう。気にせずに探索を続けましょう。うん。
オッケー。何か変わった？待って、こっちで音がした。多分占いスペースのあたりだと思う。行ってみる。その前に少し休憩しましょう。疲れがたまると判断力も鈍ってしまうし。確かに。それじゃあちょっと休もっか。でも休むって言っても気は抜けない。それじゃあ気を紛らわすために雑談でもしようよ。話題はそうだな、ここを出たらやりたいこと。月並みだけど、まずは熱いお風呂に入りたいわね。そしてふかふかのベッドでゆっくり眠りたいわ。私は積みゲーをゆっくり楽しみながら消化する。ひま先輩は？私はそうだな、スカイダイビングかな。おお、いきなりスケールが大きくなった。だって死ぬ前に一度はやってみたかったからさ。あなたね、死ぬ前にって。言葉のチョイスとタイミング考えて絶妙に笑えない。そういうつもりじゃなかったんだけど、ごめん。そうだ、せっかくだから一緒に行こうよ。空を飛ぶのって絶対に気持ちいいと思うもん。飛んでないわ、あれは落ちてるのよ。私絶対に無理。スカイダイビングとか死んでもやらない。なんで？高いところ無理。あら、アイナは高所恐怖症なの？昔は大丈夫だったけど、今は絶対に無理。想像しただけで体が震えてくる。そっか。じゃあ無難に遊園地に3人で行こうよ。ただし絶叫系はなし。これならアイナちゃんも楽しめるでしょ。あれ二人ともどうしたの？遊園地、着ぐるみたくさんいる。あ、バカ。
なんか前とは光の感じが違うからかな。映し出されたもの変わってるよね。うん、新しい手がかりかな。ひま先輩、ちゃんと覚えておいて。オッケー、任せといてよ。でも万が一忘れると困るから二人も覚えておいてね。ふう、ひまり覚える気ないでしょ。何言ってるの、みやびちゃん。そんなわけないよ。でもほら、私記憶力いい方じゃないし、何かに驚いた拍子に頭から消えちゃうかもだし。一応だよ、一応。二人もちゃんと覚えておいてね。あくまで保険だから。それにほら、二人はこのチームの頭脳担当だし、ね、適材適所、役割分担。それこそ、真のチームワーク。すごい必死。本当に覚える気なかったんだ。もうアイナちゃんまで。覚えておきたい気持ちはあるよ。気持ちはあるけど、やる気はなぜか出てこないっていうか。勉強でもそうだったな。数式とか覚えるの苦手だったし。あ、覚えるっていう単語が勉強と結びついちゃってやる気を削いでるのかも。そういうことか。何勝手に納得してるのよ。はぁ、仕方ないわね。私たちも覚えておきましょう、アイナ。だね。やったー。やっぱり頼りになるな、みやびちゃんとアイナちゃんは。あれ？ひまり？どうしたの？こっち側に置いてあった水晶がないんだよね。あっ！床で粉々になってる！なんで？転がって落ちたのかな。もともと半分でバランス悪かったし。そんなことあるかな。まあもうすでに占い機は解決してますし、いいんじゃないかしら。うん。Thank you.